でもね、帰り際に言ってましたよね、川尻さんね。いや、ほんとね、あのなんか事前番組とかみんな予想するじゃないですか。もうああいうの見ててもうイラッとしてきて。さすがに練習したことある人はさすがにちょっと忖度してくれよとか思うじゃないですか。全員俺のこと揃って1ラウンド2ラウンド負けるこいつら絶対勝ったらもうぶっ飛ばしちゃうから。いや本当に思ってたの、絶対思ってましたよ。全然思ってました。予想するんだったらお前ら間違ったら俺にちょっと土下座しろよとかずっと思ってます。そういう性格だった。いや試合前はちょっとやっぱこうなんか練習仲間はさすがに褒めてほしいじゃないですか。八千くんだけですよ僕のこと完全に忖度と言って褒めてくれたの。